ひろゆきさんはあんまり金を使わないと言ってましたが、これなら使う価値があるというものを教えてください。例えば海外旅行とか、まあ、旅行は使いますね。お金払わないといけないので。食べ物とかって僕お腹が膨らめば別にいいやっていうので、めちゃくちゃ珍しいものだったら食べたいとは思うんですけど、まあ、例えばじゃあイタリアンレストランで、あ、美味しいなっていう店と、じゃあそのなんか、ミシュラン三つ星のイタリアンレストランです、結構美味しいですって、結構美味しいという感覚に対してお金を払ってるものだと思ってるので、なんでその感覚には僕そんなにお金を払う必要性を感じないんですよね。例えばスパゲティというものが食べたことありませんと。で、なんか世界中の人がスパゲティって美味しいって言ってるよと。で、それが1000円で食えるっていうんだったら僕1000円払って食いたいってなるんですよ。ただそれが三つ星のスパゲティだろうと、サイゼリアのスパゲティだろうと、僕にとってはスパゲティなので、それはサイゼリアでいいよねってなるんですよね。なので三つ星になるとそれは感覚で知識ではなくて、なので食べたことがないものは食べたいというのは知識だから手に入れたいと思うんですけど、ただそこの質とかランクっていうのは主観の問題だったりするので、なのでそこら辺にはお金は払わないっていう、そういうルールにして出します。